どうも料理の皆さん、リュウジです。パーということですね、今日はですね、こっちの都合なんですけども、4本目のね、収録なんですね。ということはですね、僕1動画に1本は絶対飲んでるので、結構酔っ払ってますね。なんですけども、やっぱりね、僕もね、料理に携わる人間なので酔っ払ってもやってやるよっていう気持ちでいっぱいですんで、でもですね、さすがにこの状態でフライパンを使うのはなかなか厳しいと思いまして、なのでですね、今日はですね、レンジでできる超トロトロ半熟親子丼っていうですね、僕の大好きなレシピがあるんですけど、こちらをやっていきたいと思います。今の状態でも絶対できます。なぜなら電子レンジがやってくれるから。はいはい、じゃあですね、材料説明いきます。卵2個、鶏肉 100g、 もも肉になってます。胸肉でも一応できます。はい、僕はもも肉が好きです。あと玉ねぎ1/8個、こちらの材料で今日はやっていきます。あと調味料です。はい、それではやっていきたいと思います。玉ねぎ、なんか切れてるね。これはこれでいいや。はい、玉ねぎを切っていきます。スライスです。適当にこんな感じでスライスしていきます。はい、こんな感じでね、スライスしていきます。鶏肉です。こちらも親子丼ですからね、ちっちゃめでいいと思います。こんな感じで本当に小さめで、一口でご飯と一緒に食べれるぐらいの、こんな感じでね。ここからはですね、普通の親子丼だとここから煮込んだりするんですけども、今回はそういうことは、しません。今日は誰でもできる、誰でも名店の味が再現できる親子丼の作り方っていうのをレンジ先生が全部やってくれますんでね。こういうガラスのボウルを使ってますけども、例えばですね、陶器のこれぐらいの大きさの丼でも全然平気です。レンジ可能だったら何でも大丈夫です。いつもの四角いのを使わないかっていうと、形がこの方が綺麗にできるからです。ただそれだけの話です。先ほどですね、切った鶏肉を入れていきます。あと、先ほど切った、玉ねぎを入れていきます。なんかね、親子丼を作るような感じじゃないですねこれね。鶏肉入れてるんですけども、もう一個分量外の、レシピを作っていきますからね。ウイスキーですね。はい、入れすぎ？そんな別に入れてないでしょうよ。サッカーぐらい結構入れてます。これを満たしていきます。じゃあね、今日は飲みながらやっていきたいと思います。適量ですね。こっからですね、調味液を作っていきます。まずですね、お水です。お水大さじ1からの2です。その後、僕の大好きな、白だしですね。僕はね、ヤマキの使ってます。はい、大さじ1ですね。お醤油ですね。お醤油が大さじ1ですね。で、みりんですね。僕はね、本みりんじゃなくてね、普通じゃねえや、なんかみりんタイプのやつ使ってますね。本みりんだって、税率が 10% なんだもん。この状態でラップをしていきます。この状態ですね、600W4分です。500W って4分20秒ぐらいですかね。はい、じゃあできたんですけども、4分経った姿です。もうほんとね、ほんとね、このね、この配分ね、覚えてほしい。この配分最強なんで、お蕎麦屋さんの匂いするのこの配分ってすごい。で、今ね、この状態になりましたね。まず卵1個を、この別の器に割り入れます。で、これを溶くんですけども、軽く溶いてください。これまだね、白身と、黄身が、全部混ざり合わないような状態。これをですね、こんな感じで流し入れていきます。軽く混ぜておきます。卵液を行き渡らせたら、でもう一回、これね、3段階なんでね、ただちょっと面倒くさいんですが、3段階やるとめちゃめちゃ美味しいのができるんで、はい、この状態で今40秒、この状態40秒かけていきます。このレシピの注意点なんですけども、これはお使いのレンジによって結構まばらなんですね、火の通り方が。なので、確認しながらやってください。40秒経った親子丼姿でございます。はい、ちょっとね、半熟になってるのが分かりますかね。ちょっと混ぜていただいて、この状態ですよ。この感じですよ。で、もう一個の卵割って、これですね、なんでこんなに卵を2回に分けてるかっていうと、老舗の鶏料理屋さんが2回に分けてやってるんです。その方がですね、一気に火が通んないから半熟で仕上げることができるんです。これをレンジでやったっていうのがこのレシピになってますね。こんな感じで軽く溶いていただいて、こんな感じで軽く溶いていただいて、はい、2回目もこれ投入しますよ。お箸使ってね、タラッとやるのがジャスティスだと思います。あー、いいですね。この状態で40秒、もう一回40秒加熱していきますね。これはね、様子見ながらでいいですか。様子見ながらで、お使いのレンジによってかなり違いますからね。40秒経った姿なんですけども、これね、これ腰でわかるかな、真ん中にね、やっぱり白身が残っちゃってるの、こうやって。なので、もうちょっとやります。ごめんなさい、これはね、レンジによって違います。うちのレンジも日によって違うので、なんか寒かったり暑かったりするんじゃないですか。
なのでもうね多分ね20秒ぐらいでねいい感じに固まんじゃないかなと思いますので、20秒やっていきます。ごめんなさい、もう1人やりますね。あと10秒ぐらいでですね、プラス20秒ぐらいやりました。はい、となったらこんな感じになりますね。いや、いい感じじゃないですか。ちょっとね、白身のところもありますけど、これぐらいがうまいんです、皆さん。ここのガラス面に貼り付いてるところもあるので、こうやってですね、ちょっとほぐしてあげます。これをですね、はい、こちらに盛ったご飯がございます。で、こちらにですね、乗せていきます。卵なので、スライドできます。はい、こんな感じですね。ほら。あ、そうですね、もう少し固まってもいいかもしれないですけど、でも半熟で食べたいって言ったらこんな感じですよね。どうですか、この感じ。これがレンジで再現できるっていう、これはね非常にいいと思います。そしたらですね、少し飾りを、小ネギですね、小ネギをまあ上に散らします。僕はすごく辛いのが好きなので、ちょっとねこの周りに七味唐辛子をかけさせてください。これでですね、なんともお酒のつまみになってしまう。ね、レンジで作る半熟親子丼完成でございます。はい、ということでですね、できましたので熱々のうちに食べていきたいと思います。俺ろれつ回ってたんよ。回ってない。ということでやっていきたいと思います。まずはの口に残ったこう雑味をね、洗い流していきます。整いました。はい、いただきたいと思います。わかりますか皆さん、このトロプル加減、ね、いただきます。本当にうまいですね。味的にはね、甘さ的にみりんが大さじ2っていう、そこまでね甘くないんですよ、みりんってね。お砂糖を入れるより全然甘くないんですよ。すごく上品な味になってるんですよね。特にいいのっていうのはやっぱり卵の半熟具合、このレンジで再現できるっていうのは非常に、僕も本当に鍋で作るんですよ、親子丼っていうものすごい好きなんです。これに関しては鍋で作ってもレンジで作っても全く遜色ないです。なぜかというとですね、親子丼は鍋で作ったとしても煮るだけなんですよ。だから作り方がレンジとガストで全然同じなんですよね。で、2回に分けるっていう技を使うとこれだけ半熟でとろとろになれるんだなっていうところを、ぜひですね実感してほしいんですよね。本当にごめんなさい、この調理法の押し売りみたいな感じになっちゃってますけど、本当に僕これは本当に自信があるんですよ。すいません、カッコ見たいと思います。すいません。もう正直僕レシピ1000以上あるんですけども、その中で推したいレシピっていうのがあって、 YouTube ではマジで推したいレシピしかやってないんですね。なのでこれも当然美味しいです、僕の味覚的にはですね。でこのねトロトロの半熟卵の絡まったこの親子丼、皆さんもぜひ食べていただきたいです。タレもねもう絶品な、ご飯にはすごく合うタレなので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということでですね、皆さん今日の料理ですね、作ってみたいなとかですね、やってみたいなって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、もしよければ全通知ボタン、登録お願いいたします。リュウジでしたー。